皆さん、今日も誘ってんじゃん TV に遊び来ていただいてありがとうございます。今日はスペシャルゲストの4人に来てもらいました。皆さん、ようこそ誘ってんじゃん TV にね。テンションちょっと低くない？ねえ、なんか入ってきた時の感じとちょっと違うよ。おじちゃん、たかちゃん、みんなちょっとテンション今日は上げていこうよ。多分いろんな人見てると思うんで、ちょっと僕の方から、紹介させてもらいたいなと思います。僕の右隣が、京都サンガ FC の左のアクセルこと荻原選手です。なんか悪くに紹介する恥ずかしいよ。で、その荻の隣、京都サンガ FC の今度は右のアクセル、右をブイブイと駆け上がる飯田選手です。イエーイ。高テンション上げ上げでお願いと。もうちなみにね、先日子供も生まれました。無事にもうおめでとうございます。飯田選手の横が京都サンガ FC で最も愛されてるキャラクター、ソエラ選手です。とにかくね、可愛いのよ本当に。多分大吾とかタカとか大山、まあ、いじれんか。いじれないですね。ちょっと可愛いんで。それはそうだな。でもタカとか大吾はね、もうだいぶ大好きでしょ。だって言ってたもんね、ソネがいないとなんか寂しいと。そうでしょ。でしょ。だよね。もうかそうなんだ。それぐらい愛されてるソネだぜ。ソネ、ショネよ。ソネ。カニカニだよ。ソネ、今日はよろしく。ステージ上げ上げですよ。お願いします。で、ソネの、横が京都サンガ FC でも1位2位を争うモテ男、新井選手です。大悟、今日の意気込みちょっと誘って俺が TV のカメラにちょっとちょうだい。俺がお願いします。意気込み、もう一言でよ。俺はもう10万円取るつもりです。まだ何も俺まだ言ってないよ。まだそれあるかどうかわからないよ。もしかしたらないかもしれないよ、大悟。なるほど。ちょっとなんかあるのね。なんかピタリ賞かなんか、大悟。なるほど。それを取りに行く。いいな、それを。なるほど、ピタリ賞を取り狙いに来たと。なるほど。ちょっともう、むしろね、ピタリ賞ぜひ出してほしい。勇気は誰かが言ってくれたけど、今日はなんと、手元に見てください。目録、ここに、ピタリ賞ならぬ、ピタオ賞、準備しました。で、これが今日のメニューになることです。はい、オッケー。俺マジでめっちゃ食べたいの。自分が食べたいの、僕はもう。はい、いくよ。専属漁師さんより和歌山すさみ沖釣りブリのカルパッチョお願いします。読み方ね。カルパッチョ食べたい。あ、じゃあ僕でもいいですか。いやいや、専属漁師さんより、和歌山一緒かよ、俺と。和歌山、すさみ、沖釣り。いや、やり方も一緒やん。似てるやん。ブリのカルパッチョ。いいね。じゃあ、モリケツ、食べた。確かに、いや、全然いい。これもね、美味しそうだな。美味しそうだな、これ。めっちゃ高そうね。これもいいですか。マグロと赤カブのタルターラ。ああ、温度卵と自家製カスプ。うわー、めっちゃ美味しそう。しかすめっちゃいい。これでもなんか高そうやな。じゃあ俺いきます。オッケー。伊勢天然島味のマリネ。おいきましたね。紫やす子のサラダ仕立て。おー、いいね。やす子って、あ、これ合ってます？違う。紫、そう。そう。だってシェフに言うよ。シェフで合ってます。惜しい。違う、待って。タカ分かる。紫は紫ソース。正解。おー、すごい。
大学さあすげえやめろお前大学そんなの知らないっすよねえ俺ら高卒やから高卒やからどうしようやしこじくんだってこれはいますフォアグラとエビーモのインパデルラいったねえねえいったねえ頼まない食べたい誘ってんじゃんちょっとじゃあせっかくなんで、まあ、あのシェフが料理を振る舞ってくれてる時にみんなにちょっと今シーズンの振り返りとかなんかいろんなプライベートの話とか聞くんでなんかもう正直な感想をあの喋ってもらいたいと思います OK 今シーズンを振り返っての率直な感想チーム的に言うと、うん、なんだろう一つの目的を貫き通せたシーズンかなって思いました、ね、それは戦術もそうだし、うんうん、戦い方とか、一試合一試合にかける、そういうのがもう、一つ一試合もぶれることもなかったなと思ったシーズンですね。確かにね、張さんでもブレン監督やん。なんかさ、もう自分の哲学があったらそれにね、もう一直線に。で、選手にもさ、それをさ、もう、なんていうの、あのしっかり口説くっていうか、はい、もう俺についてくれ、来てくれっていう感じやから、選手もそういった意味ではさ、結構、こうなんていう、監督についていくこの戦術をもう遂行するっていう気持ちになれちゃう。そうですね。そうなるほど。いや俺は、まあ、チームが J1 昇格したのは嬉しかったです、けど、まあ、個人的には、怪我もね、確かにね、まあまあ、怪我が多かったのが、まあ、本当に悔しいシーズンでしたね、個人的には。確かにね、怪我がね、一番選手にとって辛いしな、それ、もう怪我してる時もいろんな話したりね、お互い2人で怪我しちゃった。確かにね。確かにね。満足しかできなかったから、まあ、それは本当に悔しいですね。タカはどう？俺はなんか初めてチームの勝敗を真剣に考えたシーズンというか。おお。今まではどっちかというと自分の方にで、自分さえ良ければ、自分さえ良いけばいいみたいな感じの考えだったんですけど。今シーズンはそういう、まあ、役職とかも任されたり、チームを勝たせなきゃいけないっていう風な考えになったことが、自分としては大きな成長というか、まあ、それで本当にチームが勝って昇格できて、本当に成長させてもらったなっていう風に、本当になんかみんなに感謝してます。確かに、だってタッカー副キャプテン指名でしょ今シーズン。最初はもうどうなんの？だよね。どのタイミングで言われたの？そのキャンプで一人一人面談あったじゃないですか。あの時に、キャプテンか、キャプテンをお前にやらしたい。マジで？で、どうするって言って、キャプテンはちょっとっていう。なんか、俺みたいな。俺、そんな今までやったことないですよ。そしたらその張さんのそういうお前に責任感を持ってほしい。チームに対して。言われて、じゃあそれでやりますっていう話をして、やっぱ最初はもうどうやったらいいんだろうっていう感じだったんですけど、まあ、とりあえずチームを勝たせないとっていう感じでしたし、なんかをやるっていうのは自分でチームを勝たせる。じゃあ相当張さんは多分タカに期待するもんは多分あったよね。でも即決、じゃあキャプテン、キャプテン。そうですね、その場でやらせてくださいっていうふうに言いました。すごいな。逆に大はタカが副キャプテン、多分みんなに発表する前にもう仲みんないいからさ、多分ちょっと聞いたでしょ。大は聞いてました。それ聞いてどんな感じだ。いや意外と真面目なとこあるから、あと口うまいから、喋りうまいっていうのは女の子口説くマジでマジで意外と人前に出ても喋るから。ああ確かに喋り上手やし、あんまりそんな違和感は。じゃあ違和感はあるっすよ。そうか、不安は別にそんなに、むしろ面白いな。なるほどね。俺も初めて聞いた時はなんか結構しっくりっていうか、なんか来たよね。
なんかなんていうの、やっぱ高世代ももちろんね、上のベテラン選手も引っ張っていくのもそうだけど、やっぱ高世代のさ、世代が一番いい世代であって、本当にね、上と下ともやっぱコミュニケーション取れるし、そういう選手はやっぱりチームをね、引っ張っていかなきゃっていう、こんな裏話、俺も初めて聞いたし、多分視聴者も多分めっちゃ嬉しいと思う。初めて出しました。やばい、なるほどね。じゃあちょっと次、オギー聞こうか、最後。最後、この1年振り返って。多分めちゃくちゃ充実した1年だったんじゃない？なんか、これなんか喋りきれないぐらい、なんかすごい濃かったっていうか、でも、すごいあっという間だったし。で、まあ、今年は、まあ、自分自身、まあ、レンタルで、浦レッズから京都でプレーすることを決めて、まあ、今シーズン終わって、こんなに年中時間あるシーズンになると思わなかったし、ここまで京都を好きになって、で自分がここまで染まれると思ってなかったのが正直な気持ちですね。それはなんか張さんはじめとするスタッフとか、この選手がすごいいい雰囲気でいいチームだったからこそだと思うし、そういった意味ではなんかすごい周りに感謝したいと思う。なんかコメントもさ、ちょっとさ、大人になってない？なんか成長してる。ねえ、オギと浦和の時ね、一緒にプレーしたけど、いや、その時はもうしっかりとしたね、プレーとか あったけどさ、なんかここまで喋りもさ、なんかもうどん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 大人の階段登ってるオギ見ると、なんかすげえなって、俺負けてるじゃん。親誰だっけな、やばい、マジで批判さったくん。あいつは何されたんだ。だからやっぱ本当に目標というか、J1 昇格させるっていう一番の目標、だからそのチームのためにシーズンやってきたんですけど、なんかそれによってなんか自分も初めてじゃないけど、ここまでサッカーってものをなんか生活の中心に置けたんで、それはやっぱ試合出てくるからもそうだし、確かに充実感がね、やっぱ充実感絶対試合出たらね、あるし。で、オギがじゃあ最初サンガに来る時のイメージ、自分がこう思い描いてた想像と、じゃあ実際プレーして1年間過ごしてみて、その想像通りだったんですか？想像通りというか、まあ張さんが監督するにあたって、そのチームはガラッと変わるだろうなっていうのは思ってましたし、その中で、ね、目指してましたけど、J1 昇格、本当にできるってやっぱすごくないですか？いや、すごい本当に、それが2チームしかね、上がれないわけ。そう、それをなんか裏付ける、いろんな今シーズンやってきたことがあるんですけど、そういうのがすごい、なんか良かったというか、このチームすごいなって思って。いや、ほんまにね、俺も上から見る時間長くて、上から見てたけど、間違いなく奥義はもうサンガのキープレイヤーの一人やね、ほんまに。だから奥義がボール持ったら、やっぱスタジアムもめちゃくちゃ湧いてたし、そういった意味ではなんかもうなんていうの、スタジアムを沸かせられる男になったんじゃない？すごい、ボールで。いやいやいや、ごめん、めっちゃかっこよくさ、決まったと思ったけど、決まってないわ。なんか、同じ思ってた。いや、ほんまにサンガの右は高で、左は奥義の、このアクセル2人のエンジン全開で行った時のスタジアムの盛り上がりはすごかったから、本当にね、多分もう、まあ、もちろんね、みんなの力もそうだけど、2人の活躍なくしては絶対昇格はなかったんじゃないかなっていうふうには思ってるけどね。そう言ってもらえたら嬉しいですけど、充実感めっちゃあるでしょ。だって、そうですね、正直最後の方はしんどかったです。最初の方はどこサッカーするんだろうって感じで、勝ち始めて順位が首位とか勝って、そこからやっぱみんなプレッシャー感じ始めて、確かにね。で、後半戦入ってちょっと勝ち始めて、そこからなんかちょっと重圧っていうか、本当に上がんなきゃいけないんだなっていう位置まで自分たちが来たことによってのプレッシャーで、やっぱ引き分けでもなんかその週考えるし、で下がちょっと調子よく上がってきたりしたら、
ちょっと夜も考えてなんか、うん、そわそわするっていうか、うん、タカも考えることあんの、いろいろなんかもう結構すぐ忘れて次々っていうなんかそれが今までの俺だったんですよ、うん、それが今年の変化なんか負けても別に、別に何でも一緒みたいな、うん、なんかいい感じも一緒っていう感じだったんですけど、うん、一緒一緒はもう絶対あげなきゃいけないっていう、うん、あれが入ってた分本当に最後の終盤はしんどくて、うん、夜もなんか寝れない日もあったり、マジでで睡眠薬くださいとか言ってて、うん、でも、まあ、睡眠薬に頼ったらあるじゃんって言って、結局普通に寝てたんですけど、でそのくらい見えてないところでしんどかったなと、マジか、まあ、これは多分俺だけじゃなくてみんなが背負ってたものだと思うんですけど、勝ったからこそのプレッシャーも、うん、まあ、持ってたらそういうのも経験してるから、トップトップで、いやいや、もう何も考えずに、ね、そういうのが気になるっていうか、うん、初めてシーズン通して戦って感じたことを、うん、森君は、うん、そのさらに上の舞台で感じるわけじゃないですか、もっと大きなプレッシャーみたいな、それはどうなんですか、実際。いや、俺もうパーチクリーンに言ってたよ、マジで、ほんま何も考えてね、俺ほんまに優勝争いとか決勝の前とか何も、いや全然、もう全然寝れるし寝れるんだ。まあちょっと緊張は、試合の始まる時緊張はするけど、だけど全然前の日に寝れないってことは全然ないかな、全く、そこまでいくと何なんだろうな、分かんない、この森脇のこの性格がなんかそのままなのか、みんなそうなのかわかんないけど、他の選手とかどうだったんですか。いやでもそんな話はあんませんかったかな。なんかあれじゃないですか、あの一試合一試合に全然変動ないですよね、メンタル。そうそう、メンタル。でももちろん試合に大きな 大会、大きな一戦で負けたりしたら、もうその時の落ち込みはすごい。例えばロッカールームでももうみんなシーンってなってるし、それはすごいんだけど、だけどなんかその前日にこう舞い上がるっていうか、まあ、なんていうのかな、こう緊張して寝れないってことはなかったかな。サンガは、うん、今年は若かったのもあるし、うんうん、ジョーさんが求めてるものもあったから、うん、確かね、負けた、あの始まる前も、うん、勝った後も全く、あのそうめっちゃ静か、俺もそれ思ってたんだけど、勝っても静かじゃん、勝った後負けたみたいな、いや、負けたみたいな、そうそう、あのロッカーね、長さん待ってて、うん、そうそう、長さんインタビュー帰ってきて、 それでもみんなもう、まあ、静かじゃん、誰でも喋んないで、いや、分かるよ、分かるよ、あれは結構異様だった。目指してるものがあるから、うん、勝っても、うん、今日勝ったけど、うん、勝ったのに悔しい試合って結構あったんですよ、うんうんうん、勝ったけどなんかやりたいことやって勝ったわけじゃないなって。いつワイワイしたっけ、勝って、琉球とか大宮とか劇的に勝ったとか、大宮やったから割とワイワイしたけど、うん、あとマジで2-0 とかで勝ったの、俺もそれを思ってた、本当に。まあでもそれがね、今年のサンフランとってね、そうそう、良かった面でもあるしね、試合前のあの静かな感じも、うん、あの緊張感になったから、確かに確かに、試合前半始まってすぐの出られるとかなかったし、うんうんうん、スタートでね、エンジン全開でいくっていう、本当にあの1日がもう試合始まってるみたいな感じだったから、それが本当に全部続いたからよかったのかな、うん、自分たちと戦ってたよ、今シーズンも、はいはいはい、相手と戦ってないよ、もう、なんか自分たちで、長さん、そう思うかって、逆に、そう、だからこそ自分たちで悪くしちゃうときというか、うん、やっぱ考えすぎてとか、でプレーが硬くなったりとかあるじゃないですか。うんうん、だから相手っていうか、もう自分たち、確かに、ね、苦しんでる時は自分たちで苦しんでる、自分たちがどうかっていうところやもん。いやー、これは多分めっちゃ深い話を聞けたと思う。引き出してますね。あ、引き出した、いや、引き出した、みんなが引き出してくれた、ほんとにもう、めっちゃ真面目に喋れちゃう、やばいや、大人や、俺が喋れちゃう、いや、俺がアビーと一緒にいる時間めっちゃ長いんですけど、めっちゃ真面目です、マジ、営業何、あれこのファンファンみたいな、ファンファンはあれは、まあ、あれは本当の荻なんですけど、根の部分、本当のやんなきゃいけないところになった時の荻原すごいっすよ、株が上がってないもん、真面目で買った方がいいよ、そうだよな、ちょっと先輩に対しての対応とかをちょっとミスったと思ったのか分かんないけど、それを俺らがご飯食べてる時に、あの対応どうだったかなとか気にしてるんですよ、ずっと。いやー、ね、違う、大学はもう最後、最初だけ、最初だけ、俺じゃないよ、
他の先輩とか、あ、それはあるよね。そう、他の先輩とかに、どうだったかなって、ね、もう俺とかに話してくるけど、気にするもんじゃないよ。そう、俺めっちゃ気にしいだから、いろんな最初でもキャンプで鬼見たときに、やばいよ、ね、目つき悪いし、髪なかったっすよ、目つき悪いし、髪上げてるし、こんなとこは髪上げてるんですね。怖いやつ来たなと思ったら、いつの間にか誰と誰がその時絡んでた、誰だ、ショッパーだ、若手といたし、あとタケ君とかは、タケ君、テシさんから LINE 来て、オギめっちゃいいやつだから可愛かったってなみたいな。で、テツさんって、テツさん、テツさんで新潟でやってて可愛いから面倒見たって来て、その時はなんテツめっちゃ可愛い、ちょっと可愛い、ちょっと可愛い、でオギからも喋りかけて来ないしね、ライン来て、そういう感じなんだけど、デジッチとかそういう時に見てたから、俺ちょっとネタやるみたいな、それで絡んでったら、まあなるほどね、なるほどね。うわこれもう大盤がめちゃくちゃリアクションなんだけど、何でもいいやん。これそれ何やん、接続漁師の顔、接続漁師の、これマグロと赤カブの、あ、これ紫安子、紫安子ちゃん、紫安子ちゃん、紫安子ちゃん、皿の割にわっちゃい、これ温卵と、やばい、やばいよ、これあー、最後フォアグラね、待って、フォアグラ大きいじゃん、それ、うわ、やってるよ、やってるそれ、もう7000円、7000円、すりこまそうと思って、5000円です、それ、やばじゃあ、いただこうか、連続漁師さんより和歌山津波沖、ブリのカルパッチョ、小株のソースやね、ちょっといただこうか、やば、うわめっちゃいい匂い、これ何、ちょっと多分これめっちゃ高い、オギちゃん大丈夫ですか、それやばい、これ多分ほんまに食べよう、じゃあオギから食べようか、俺から、いただきます、どうぞ、どこから、どこから行くの、あ、全部、おお、まとめてね、全部のせ、うわたまらんな、たまらんな、もう持ってきないで、あ、おお、な、大きな鼻息がめっちゃ出たよ、ちょうだいよ、ああどう、やばい、うまい、うまいの、食べてちょうだいやばい、めっちゃうまい、マジで美味しい、もう専属料理さん感じる、うん、ずっとあの絵まで感じる、絵まで見えんの、うん、本当に多分一本釣り一本釣り、網釣りじゃないよ、これ網釣りじゃないよ、一本釣り、多分あの釣りづらいから、ちょっと俺もいただくね、俺もちょっと全部乗せて、ちょっと待って、うまっ、トマトは最後ね、くんかくんかって、わめっちゃいい匂い、いただきます、食べて、早く、うーん、ボーンのだよ、えぇ、これは正直1週間だそうで言うんだよ、それほんまに恥ずかしいやん、なんでおもろ、待って、これやばい、だいぶめっちゃうまい、これ正直めっちゃすると、いや俺言うて天才だからねっていうのはある、うん、でも分からない、天才でもとてめっちゃ出たパクチョせーの、じゃん、えぇ、ー、一緒、マグロと赤カブのタルタール、卵と自家製カラスミ、難しく、どうぞ、卵もプリプリだね、なんか、うわ黄身が、うわ、俺マグロめっちゃ好きなんだよね、めっちゃうまそう、カブと一緒に行きます、おー近いな、2人でももうどう、もう鼻が膨らんでる、これやばいっす、めっちゃうまい、めちゃめちゃうまい、マジか、どんな感じやの味は、マグロが最初に来るんですけど、
カブのシャキシャキ感。おお。食レポすごいよ。マッチが本当にもう、うん、今年のサンマみたいな。おお、いいハーモニーを奏でてる。うまい。うまい。考えた。考えた。考えた。一瞬。一瞬。うまい。じゃあマグロの味もしながら赤カブがちょっと後から来るさ。なるほどね。カラスミがその後にグッと押し寄せてきて。なるほど。森くんの顔ぐらい。すごいであったね。強烈や。押し寄せてくれます。何言うんだよ。なるほど。じゃあカメラに1300円。1300円。このぐらいでしょう。まあ、これでも十分安いっす。うん、安くないっす。あ、違うっす、うん。他だったらもっとする。なるほどなるほどね。ここはもう美味しさもそういうのもあるんで、うんうん、そのトルバンニのスタイルとして、うん、こんぐらいなのかな。なるほど、ね、東京とかで食べたらこんなんじゃ済まないよ。なるほどそういう伊勢天然シャリの泊まりで、はい、あの紫安子のサラダ。紫安子だよね。切れてるでしょ。切れてるわ。切れてる。それも美味しそうやな、なんか、ね、もうたまらんな。そう、うん、なんか逆にしてくるのしゃべるねえ、おしゃれよ。やばい、めっちゃ美味しい。うまい。どんぐらいうまい。全盛期のインスタグラム。相当うまい。うわ、めちゃくちゃ相当うまい。もうボール取れんやん。マジで。それ俺のやつやろ。俺がよくやるやつ。俺が振るためやね。びっくりした。もう100点中何点さなちゃん。100点。おお、1000円ぴったり。1000円ぴったり。なるほどね。フォアグラとエビーモのインパデッラ、うん、それ俺結構しそうな、ね、誘ってたね。誘ってたこれは、ね、誘われたら食いついちゃうからすぐ。うっそやな。いただきます。どうぞ、ね、やばい、やばい、やばい。マジで溶けた。これやばいっす。マジで大悟やったな。大悟やったな。これやってる。もうあとあれじゃない、コーヒーだけ食べてマジで、溶けるの？めっちゃうまい。では、どんな感じの食感で？フォアグラとエビをもう溶け融合して、とろけ合ってますね。マジで、フォアグラじゃなくてフォアグラみたいな。ごめん、ちょっと、これ今のお願いして。フォアグラじゃなくてフォアグラみたいな。フォアグラじゃなくてフォアグラみたいな。マジでこれやばい。え、もう予想できる。大悟、いや、もうするしかないですよね。もうこれエビイモって高いって。大悟、そうな。高い、ほんとだ。エビイモってさ、エビイモいきます。ピタオショー。ピタオショー、なんと頼む。なんと自分だと思って。はい、えぇー。